ちょっと待って、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 膝打ちというのは、文字の通り膝を折った形で射撃、でございますが、ひげみなどから敵を狙うというのに有効な打ち方であります。続きまして、タンク1のクルベ打ちというのをお見せいたします。クルベ打ちとは、電車とも話して一人ずつが打つことで、先ほど一斉でしたら、音カスという意味を含みましてやるんですが、一人ずつ打つことで、カスナを打つというのを見せる方法でもあります。本当だったらどんぐらいするんだろう。